よし、来た、はい、じゃあ言いますか。はい、レイジーな夜更かし、よいしょ。サボってた。はい、酔っ払った。酔ったね。面白くなりそうだ。よっしゃ、みんな盛り上げてこわ。盛り上げていきますか。このメンバーで面白くなりそうって、ね、すげえこと言うな。完全に真ん中紹介した方がいいんじゃない。あ、LINE ID 乗っけてもらうよ、ポッチ。みんなおなじみポッチの。今日はね、ゾウのセックスをね、お送りするよ。ゾウのセックス。背中、背景見ろよ。ちょっともうちょっと避けてみ。避けてみよう、お前。やっぱお酒ちょっと入れますか。ちょっとあっちいな。乾杯しますか。乾杯しよう。うん、なんか先入れてなかったんだ俺らって思われて終わり。入れない手にしようかみたいなさ、ありましたから。じゃあとりあえず、あの、お疲れ様です。お疲れ様です。スイスイス。え、これ誰来るんですか。ん、誰来るんですか。そう、お前のもう一人。いや、何言ってまた一人で二人分活躍してもらわないと、うん、右の人はサボりまですよって言われました。俺か。右の人ってこれってこうやって見たら真央さんになるね、うん、あ、こっちか、すげえ、うん、確かに。もう何とでも言ってくれ。大阪からコメントしてるね。遠方からね。あ、ちょっと関西の人ダメなんですよ。じゃあ、じゃあ俺の方に。名古屋、関西ダメなんですよ。俺名古屋。ちょっとね、高飛車な子が多いから名古屋気ぃ強い子多いですよね。そうそう、地元を愛してる感がある、名古屋は。名古屋もね、ちょっとね、勘違いのゴリゴリ巻いてる子多いでしょ。いや、まだやってるんすか。ないっすよね、名古屋巻き、名古屋盛り。俺名古屋出身だけど、名古屋の女の子あんま得意じゃないっすよ。ちょっと俺苦手なんだよな。こっち、だからこっち出てきた。こっち出てきてね。多分関西も俺のこと NG だと思うけど。関西、でも関西好きだから。関西好き、関西好きだから。なんだかんだね、個人的に大好きじゃん、うん、好きやねん。お前これはマシンや、好きやねん。名古屋山木絶滅したの。名古屋城、そう、違和感しかないってどういうこと。名古屋城はもういないかな。うん、うん、北海道大好きだよ、もう。いや、ここ2人北海道生まれ。めちゃめちゃ尽くしてくれるからね。北海道の女の子、知らんな子多くないですか。知らん多いよ。痛い、うん、もう生まれた時からだから。北海道、すすきのはやばかったっすよね。すすきのはまたいる、名古屋。これ、地方を、ね、敵作ってるのか。そうそうそう、もう東京、東京とかさ、東京、東京でやっぱり俺ら東京が好きでいるんだから、歌舞伎町住人。歌舞伎町住人が見て、歌舞伎町の子たちが来るっていうのを求めてるじゃん。ああ、まあ間違いないですね、確かに。地方の狙ってる客層は、でも地方のね、そのやっぱり頑張ってる子たちもやっぱ来てほしいよね。まあまあ間違いないですね、うん、本当に。そうそうそう、しっかり、うん、しっかり見てんだったら来いよって感じで。まあ間違いないですね、うん、そうそう。歌舞伎町ね、うん、広島人で東京住みじゃっけ、うん、ジャケ、あ、広島でもそうかも。いや、でも広島、男の広島弁かっこいいよね。気合が入ってるから。だから、いつきそうだじゃん、ソルト。あ、はいはいはい、はい、ね、今でも言わないよね、いつきさんは。あ、電話でたまに、うん、わざと臭いの、なんかわざとだよ。なんか人といるときに、その広島の友達とかと電話始めるそしたら、ジャケとかずっと言ってるの。かっこいいじゃん。でもなんか、それはもう女の子のこと惚れさすパターン1。あー、なるほど、うん、でも女の子も、なんか京都弁とか博多弁とか良くないですか、うんうん。あー、でも慣れた。全然大阪弁、北海道は大阪弁。なんか女の子の方言は、なんつうの、わざと出してる感あんない。なんか、私可愛いでしょか。そうなんですかね。北海道は、あらとか、親とかじゃ全然可愛くねえよ。全然可愛くない。北海道方言ある、うん。まあでも東京にいたら、まず標準語使ってほしいですよね。うん、まあどこでもいいんだけど、住んでるとこ。まあ、ただ名古屋と関西って言ってほしくないんだけど。俺名古屋だわ。
なんでやそんな名古屋嫌いなの、うん、名古屋の人にね、騙された記憶しかない俺どういう、騙してる側じゃなくて騙されてる側、うん騙されてるのが被害者のから、うん、被害者名古屋は男が弱くて女が強いね、強い強い、へぇ、昔も言ったけど結婚する時もめちゃめちゃ金かかるじゃあそうですね、見えないたり名古屋、名古屋そう、結婚式とかにすんげえ金かかるんだよ、え、どうなんか嫁がす、なんかあの、もらうじゃん、嫁に、はい、もらう時にその年収の、まあ給料のね、何ヶ月分とかをさ、親御さんに親に渡すの、で娘さんをくださいみたいな、結婚させてくださいお願いしますって渡す、お願いしますでお金渡す、やだ、1000万とか出るよね大体ね、えそれは名古屋の人もびっくりするでしょ、買収だよもうその買い取り、でも買い取り、買い取りかかる、買い取りかかる、結婚したら俺金かかんねえ女が、そう300万以上かかるって言われてる、うんうん、結婚式自体もね、あ自体の結婚式迷信じゃないと思うよ、事実だと思う、うん、優雅ってケンナオコに似てる、あのね、結果やってるのかよ、これ多分名古屋の人間だよ、書いてんの、おい、名古屋嫌いだわ地元嫌いだから歌舞伎のホステスてかさ、わざと変換すんのに腹立つのちゃんと読んじゃうからさ流せねえからこっち読み方そういうの好きじゃんね、うん、もう全然、うん、マオスさん、こんばんは、こんばんは、うん、ね、こんばんはね、なこのこれで一緒に拝見するのなんて久しぶりじゃないですか、真央さん一応レギュラーのはずなんですけどね、うん、なんかねそのみんなの実力をさ、ね、見てたけどやっぱり出なきゃいけないなと思ってねいや出てくださいよ、うん、本当にやっぱ思んないもんね会話がそれ売れないよそれはもうみんな顔で売ろうって頑張ってるけどね売れないから会話なきゃこっちこっちべしゃりべしゃりよ真央さん最近サボって何してたんですか、サボって、ね、サボって遊んでた、サボりサボりってめっちゃ書いてるずっとめっちゃ遊びほけてたどういう遊びをね満喫満喫人生の仕事って大事、まあ大事です大事です誘ってくださいめちゃくちゃやなとかめちゃくちゃ見せた方がいいんだって結局もう営業部、バグスバグスバグスってなんだよバグス昔満喫あ、ま、満喫漫画喫茶ね漫画喫茶うん来月も行くでひろちゃら最高ひろちゃら最高うーんへー満喫ってでもなかなか行かないっすよね、うん、でもたまに行きたくなる一人になりたい時とかでも結構満喫って嫌じゃないあまあまあまあ絶対洗ってないでしょあんな空間でもなんか微妙な時間に新宿にいて、うん、例えば部屋目とか出勤まで時間がある時とか、うんうんまあ満喫で寝てたりはするかも。あでも満喫はだって揃ってるじゃん。いなんか本もそあるし、まあそうですよね、パソコンも。シャワーまびれるっすよ、あそこ。うん。たまーに行くからね。どうしようもないだ。お前は女抱くときは絶対。いやー満喫。ねえ本当。また。酔わせて満喫連れてって。それやばいよ。でそれやばいよ。漫画読ませて。中学生だよ読み聞かせて読み聞かせて寝かしてあげてからのそうからのどういうプレーなのそんな AV もないよそんな AV もないよ斬新な、でもそんなしてる、ま、漫画読ませてセックスするの悪質すぎるよ意外とね、それ雑な扱いされた方がでも女の子って興奮するって言わないなんかいい、なんかいいとこ連れてかれすぎたりしてもなんか、はいはい、なんか満足 しきっちゃうっていうあーそうそうじゃあもう満喫ぐらいはちょうどいいっすね、うんまあ、満喫レベルでしょ、満喫レベルでしょ、この時間起きて、ここ見てんだもん漫画喫茶から見てる人もいるかもしれないそうそうそう、そう、うん、かどうせもうアフター待ちしかいないから、うん、そうそうそう、多分今担当さんねどうせリップス来る気もないのに、とりあえず見てんのよ暇つぶしのやつ来たことあるって人いるだって来たことあるよってリップス満喫で暇つぶしてます、うん、男性は雑な扱いされて興奮しないの、うん、するだから俺名古屋と関西に興奮してるよ大阪大好きだからだからもう目の敵にしてるぞそうそう目の敵やり返し返しよもう仕返しここで、うん、満喫ラベル満喫ラベルじゃあもうちょっとコメントバンバンいこう久しぶりだからさ確かに、うん、真央さん久々に出てくれるから、うん、本当にでもやっぱ楽しいよねまあそうですねでも基本かまってちゃんだからもうどんどん会話を振ってくれた方が喜ぶと思いますもう完全喜ぶと思う喜ぶ喜ぶもう本当に示してある日曜日にあ日曜日最近じゃんでもこれだけ言ってからやっと日曜日先週あ先週だからイベントじゃない
確かに。何のイベント？ヒカルさん。ああ、ヒカルさんのバースデーだ。うん。マオ君って何歳？一人だけ際立ってイケメンだな。その服の恐竜は誰なの？マオだよ。うん。ぎっくり治った。うん。治ってねえんだけどね。いやでも本当に凄まじくかまってちゃうんだから、うん、本当に。なんか今一緒に住まわせてもらってるんですけど、なんかコンビニとかちょっと行くだけでも一人で行きたがらないとか、スーパーとかも一人で行けない子なんですよ。本当に行けない子、本当に行けない子、連れてかれてる。本当に凄まじい、凄まじい。いや区役所とかも全部無理。まあ当たり前なんだけど、区役所も全部無理。だから結局俺が伝えたいのは、人間一人じゃ生きていけねえよって話ね。やっぱ誰かにさ共存してさ、もう一人でご飯屋さんとか 100% 無理。いやもう 100% 無理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 。おい広瀬は日曜日、いや、ゆうかさん、誰が止めとしか分かんないんだよね。あ、確かに、そうそう。コンビニとか行くんだ、なんかショック。お前変な妄想なんか書き立ててさ、勝手にだよね。想像やめて。行くよ、全然。コンビニだって、なんだって。まあでも、あんま行かなそうなイメージするから、意外と。だってさ、便利だもんね、なんせ。めっちゃ行きますみたいな。めっちゃ行きますでもなんか前、ってるさ、そう、ね、超行く。女の子にコンビニ行ってくるわみたいなんで、なんかそれ聞きたくなかったみたいな言われたことあるっすよ。じゃあなんかさ、じゃあ、クソするのだって言えんね。まあ間違いないです。マオさんおしっこするんだとか、ば、ね、そんなようなもんでしょ。バンバンするやんみたいな。聞くだろ。マオには毎日ジョジョ園でしょ。そう、お前のお金でジョジョ園。ありがとうな。悪い、悪い、悪い、悪いな、悪いなよ。歌舞伎町うまいもん食いすぎて飽きちゃってさ。コンビニぐらいからね。ちょうどいい、うん、ちょうどいいよね。焼きそば配達したやんとか、マオのお母さんじゃん。あ、違うか。おかんだよな。おかんだよね、言ってることは、うん、吉野家とか行く。吉野家じゃないね、やっぱな、あれじゃない、弥生軒とかなんて。だって普通にうまくない。あ、美味しい。あ、いや、美味しいですよね。そう、マオくんはおならもゲップもしない天使だから、うん、まあ頭おかしいだろ。すげえわ。そういう、あ、いや、でもそうっすよね、綺麗、うん、なんか美しい生き物みたいな、うん、マオさんグイグイしてやって。よっしゃ、みんな乾杯。グイグイ、うん、グイ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 飲むけど全然飲みきらん。営業だよ、へばってる。体調悪いからもって言ってたもんね。俺が変な薬渡したから、ほんと変な薬の話や。あの眠気、眠気覚ましてろよお前。眠気、いや、これ俺も欲しいよ。いや、エスタロンモカってやつがあって、あれマジで眠気取れるんすよ。ほんとにエスタロンモカ、ミンミンダハより、あ、ミンミンダハとかより全然安くてすごい効く薬なんです。そうそう、なんかね、そう、ね、うん、あ、そう、カフェイン、カフェイン、カフェインの塊を食うみたいな感じ、うん、したらなんか体調悪くなってすんげえ。でも本当絶対お酒飲まないでって言ったんですよ、うん、それ飲みながらお酒飲んだら。でもホストよ、お酒飲まないで。そう、ホストで酒飲まないで。抑えて、抑えてって言ったじゃん、うん、だからでも飲んでたから、うん、しょうがない。もうなんかさ、人に飲ます前にお前らも飲めよ、寂しいんだろ一人で。一緒に飲もうや。身の回りにお酒あったら飲んでほしい。ダメです、どうせもうみんな担当待ちしかない。担当待ちでしょ。担当やかましいよ。リップス来いもん。そう、今頃マックラしてるよ担当。まだ早いっす。まだ早い、まだ早い、まだ早いが。そう、金曜日この時間は楽しみなの。おお、でもそれは嬉しい、それは嬉しい。一人で早く飲んでとか言われます、ね、頭おかしいやつ、もう全部だって ID 一緒なのこれ。俺にちょっと飲ませたいやつ。マオさん集中フォーカスね。ユウがマダフェラーリのスイーツバッコミケ。俺でも使ってるよ、使ってますよ、ね、方言がすぎる。使っとるんけ、うん、ユキなよ今日は。ユキさんいない、どこの細見てんの今。いや、そこら辺歌舞伎町歩いてるからそれ見つかったもんね、適当に。こちらも枕待機、そう、待機しかしてない。今日は 5個回んなきゃいけないわ。バリアントよ、バリアント、バリアント。そんなにいいですよ、本当に。もうさ、なんかさ、この年代になると、いや、無理っすよ、無理だよ。やらん、こんな後ろの像の方が多分元気やもん。いや、爆裂でしょ。爆裂元気でしょ。24、45過ぎたらマジで落ちません。そうそう、25ぐらいが一気に。なんかさ、お酒飲んでね、やっぱせっかくもう数もこなせなくなったら、うん、やっぱ一回のセックスをいかに楽しむかってさ。より良いものにしなきゃいけない。より良いものに。だからやっぱりね、やっぱ人も選ぶようになるだろうし。そんなタイミングで CM 行きます。
みたいんです。君たちか、待つぜ。なんでうちを選んでくれたの。月給26万3ヶ月サポート、新人でも出勤7時から3ヶ月に1回旅行付き。忙しすぎて人が足りないけど明日から来れるか。はい。君たちやっぱりロブジーだな。何の話かな続きってないかな。マオさんのお母さんの話したいんだよ。俺のお母さんの話したいんだよ。いやもう俺いいわ。何ですか。CM 長い。やっぱもっと俺らのこと見たいでしょ。今日酔ったっすよね。いや今日酔ったね。もう無視無視。皆さんタイ旅行は楽しみですか。あ、そうか、タイ旅行か。俺タイ2回目なんだよな。タイって何なんですか。あのね、割と肌が黒い人がたくさんいる。そうやん、タイにそうじゃん。いや、俺一回見てない。あーじゃないけど、あれ日本人だけど。確かに。殴らで、あーって言ったら、説得力ある。タイ人っぽいですもんね。タイ人っぽすぎる。殴らやないか、あれ。好きだわ。そういうコメント好きだ。しゃべくり。タイでゾウ乗るの。あ、だからか、ゾウなの。だからなんすか。タイ旅行だから、ちわかんないわ。早とちりだな。たまたまやないですか。だからお前ゾウ使いになって帰ってくるってお前決めてるもんね、ずっと。昼食ゾウ使いか。4泊5日ぐらいでゾウ使いになる。でもさ、タイ4泊5日ってゾウのこうやってやらせるっつうんじゃん。それシンガポールじゃん。まあないよ。まあ止めないよ、俺。ゾウ使い。魔獣使いじゃねえか。もうやめてよ、ほんと。いいじゃん。いつからだっけ ?2 月の14? 16っすね。16? 4泊5日って何するの。4泊5日だからお前はゾウ使い。ゾウ使い。俺らは完全に何か食ってて適当に。パクチー嫌いって言ってたじゃないですか。パクチー好きだよ。え、マジ。パクチー食える。パッキャオ食えるじゃん。パッキャオに会ってきてねって。あいつに会えるかな。ジム行かなきゃいけないね。パッキャオはあれでしょ、あれボクシング、レイウェザーの対パッキャオみたいな。そうそうそう。タイってでも何するんすかね、本当に。うん、タイは楽しいよ。本当ですか。そう、なんかね。じゃ前回とりあえず子供がさ、デパートの前ぐらいにいるのよ、子供が何人も。はいはいはい。で、こうやってなんか首飾りをね、こうやってかけようとしてくれるの。そう。で、それをかけられるじゃん。はい。で、お金くれって説明される。やり方やすっすね。そう。わー、私闇深いな。そう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 。だからやっぱり子供好きにはたまらない国だよね。いや、終わっていけないっすわ、そんな。お金すぐ払っちゃうから。すぐ渡しちゃう。お金すぐ渡しちゃう。そのちょっと奥に悪いおばちゃんとかお父さんが親から見てるんでしょ。なんか有名だよ。こうやってもう。あ、タイ古式は。そう。タイ古式マッサージ。マッサージは行きたいね。でもマッサージってさ、ちょっと外国の人にやられるとやっぱ国のやり方で。めっちゃ痛いんですよ。大使館ってさ、めっちゃ痛いんですよ。台湾行った時めっちゃ痛かったですよ。だから嫌だよね。おばちゃんは俺の上でめっちゃ立ってました。立ってた。でもそれ好きだったんじゃないですか。それが良かったみたいな話前言ってましたね。ただめっちゃそれだって3万上乗せしたっつってました。本当に3万渡したい。足のためにさ、足壊れてド M の極みみたいな。ジャパニーズチップとかもう踏んでめっちゃうまい。トムヤムくんね、うまいよね。カップラーメンのうまいじゃん、あの日清の。だってトムヤムくんめっちゃうまい。辛いですよね。外国人からお金取ろうかな。でもそれ俺中国も韓国も思った。増圧マッサージ。増圧、いや死ぬでしょ完全に。あ、でもあるよね、増圧マッサージ。俺し、あのニュースで見た。増圧マッサージ。増圧マッサージ。ゾウに乗せ、なんかゾウが足で踏んでくれるの、あんなでっかい足で。絶妙なあれで。本当に気持ちいいか分かんないけど。絶対ゾウみたいなババアとか。ゾウみたいなちゃんとニュースで見たよ。タイのご飯美味しい。まあ、ね、台風まれてきたら。でもやっぱ日本の料理は一番うまいと思う。まあ間違いないです。それはだって、いろんなね、
日本人に合わせた味にしてんだからさ、うん、日本料理がまあいいと思うけど、うん、まあ、まあ、バイリンガルになろうよ。バイリンガル下も下まで、うん、タイってタイ語っすか。何語だろう。タイタガログタイ語じゃない。タイ語タイ語ってあるんすか。タイ語だよ。もう何語でもよくねえ。どうでも痩せたいのでカツ入れてくださいって。タイで痩せたい。あれっすよね。ここ3人ともなんかいや、なんでここ3人ともちょっと太ったって言ってるから、だいぶ無理だわ、うん、だいぶ無理だと思う。なんか締まりないのかな。なんか一番肩幅が、あ、優雅もでかいもんね、体。これでかいっすよ、骨格。いや、でかいっすね、でも。そう、うほほお前正面向いてうほほやばいな。俺前かすみと出た時、うん、あのサイズ横のサイズ一緒でした。うそ、マジっすか。お前ちっちゃく見えるもんだって。ああ確かに、うん、そう、俺意外とあの骨格がちょっとでかいんです、うん、え、筋トレしてるんですか、ゆうかさん。してた。筋トレしてるんです。ちょいちょいなんかしてたとか言ってましたよ、一応ちょくちょく。168cm、52kg だっけ、マオさん。絶対人間違う。あのね、身長8センチぐらい。もう10センチ伸ばしてくれ。小さくねえわ、お前。タガログはフィリピン、うん、タイの有名な観光地、俺も知りたいな。タイにした理由とかって、やっぱ親日のとこに行きたいんじゃん。あ、結局だ、台湾もそうじゃん。はい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 、台湾も昔日本とすごいね、はいはいはい、新日だから新日っていうのは台湾は本当にいいって。東南アジアばっかだからヤクザでも十分にいるのかと思ってたマフィアマフィアそこしか行けないみたいな。寝ていいよ、早く寝ろよ、もう早く寝ろ、うん、寝たやつは寝ろって。いやでもまあ楽しいですよね。パタヤビーチ、あ、ビーチ、まあバンコクだから一番高いてる。要は高い。だから52キロじゃない、俺65まで増えたから。あ、だいぶ増えたっすね。そう、筋トレしまくってた時。いやでも食っちゃねしかしてないっすよ。ほんの面白い話、うん、マウには太ってもやっぱモテる人はモテるんすね。面白い話して、うん、お前がまばたきして耳塞いでればすぐ目を閉じて。筋トレね。筋トレって俺らさ下半身鍛えようとかもないじゃん。もうないっすね。嘘、本当に下半身。なんで俺の髪見てる。いや、俺が一番可能性としてないじゃん。見せてよ。本当に。鍛えてる、下半身。何がアジアスだよ、本当、うん、運動一番してる人風で一番してないかもしれないじゃないですか、皆さん。あ、でも野球とかもなってそうだね。まあ、そうですね。マオニャン、ラーメン美味しそうだった。お料理上手なんだ。あ、完全にインスタグラム見てるじゃないですか。レビトラ？レビトラってなんかあの薬じゃなかった？なんだっけ。レビトラってなんだっけ。安定剤ですか。あれ安定剤じゃなくて、あの、あ、下半身濡らすやつでしょ。あの、疑似ローションみたいな感じ。疑似ローション。それ、上トラみたいなやつ。あ、嘘だ、そうだ、そうだ。あ、なんでわかったの。いや、今日あ、使ってたよ。俺知らなかった。今日ちょうどキャスで3万チップの時に渡したっしょ。EB の薬ですね、だって。じゃあ、違う。俺らの薬やん。必要な、必要な。ED必要なやつ。もうおっちゃんだね。でもだって20代後半から性欲落ちてね、なおさら酒飲んでたらね、間違いない、無理だよ、無理無理。お酒飲んでると本当にもうね、バイアグラ的な。最近野球冬だからダメだよね。そう、できないできない。もうあと 1ヶ月ぐらいしたらやるかなっていう感じみたいですね、うん、1ヶ月 ?3 月ぐらいからやるみたいな。3月頭ぐらいか、2月の終わりかみたいな。バイアグラなんだ、皆さん、テンガ使ったことありますか、うん、俺ないっす。いや、俺もマジでない。ない。テンガもないと思う、みんな。で、テンガじゃないやつは使ったことある。18歳ぐらいの時に。あの、テンガって、でも、ロー、オナニーするやつ。テンガ使ったら、なんかもうやれないらしい、ね、やれないぐらいいいっていう風に。それを1000円ぐらいで買えるってすごいよな。確かに。いや、本当に使ったことない。テンガすっげえいいよって、男か。使ったお前もう家に入れよ。もうすぐマオさんに LINE したい。だからワンチャン重要かもしれないですけど、3等分にもらったりしないの。もうしないでしょ。やっぱり阪神ファンですよね。何、どこからか関西嫌いだわ。野球の話二度と見るな阪神の。お前赤星いた時だけなの。なるよ。あそこで終わったよもう阪神は。もうなんで酒飲むとみんな立たないのですって。それはもう人間の。いや、それはね、お前に魅力がねえからだよ。最低。それ嫌われるわ。これもう株がもうリップの株が。ガジェット、ガジェットって使えよ。うん、そうそう、酒のせい、酒のせいでお前自分のせいってことですね。
中日ドラゴンズだぞ。あ、だから名古屋だっけ、中日。いや、名古屋ですね。だっけ、だ、優勝するとあれ、カープは好き。カープ好き。やっぱり広島ファンです。いや、カープ好きで、東で好きだったもんだって、俺。全部古いっすね。全体的に古いっすね。全体的に古いよ、ね。全体的に古いっすね。大体みんな引退してるから。最近見ないもんね。野球の試合だって、うん、やるのがやっぱ楽しくない、うん、まあそうっすね、うん、やる方がいいっすよ。野球楽しいんだ。うん、来てよ。いや、野球下手、下手っていうか、野球、野球を楽しいと思ったこと一回もないっすよ。定休日何してる？だってお前さ、バドミントンやってたんだろ。バドミントンの方がくったらないと思わない？バドミントンと野球だったら絶対バドミントンの方。いや、俺、あの、打つだけだから。あんなクソ短パン履いてたぞ、お前。バドミントンめっちゃ楽しいよ。え、な、なに？その楽しさはどこなの？楽しさ、あの、際の際に打ち込む、あの、快楽みたいな。狭い、狭い。考え方が、細っけ。性格出てるわ、考え方。いや、バドミントン楽しいっすよね。バドミントン。あれなんでしょ？あの、こうやって待ってる時に、あの、こうやってなんかラケット回すやついるじゃん。なんかそう。いや、まだそれテニス、ね。あ、テニス。バドミントンはそんな場合じゃない。片手で持つ。片手で持つから、そうなの。本当に。楽しいか？え、まあ、遊びにやるなら本当に楽しいと思う、バドミントン。だってやっぱテニスは絶対笑顔になりますよ。錦織のおかげで流行ってるけど、バドミントンは流行ってないじゃん。いや、バドミントン今日本も強いじゃん。オグシオ、いや、オグシオとか。オグシオ、あ、いや、あ、そう、オグシオとか知ってる。オグシオめちゃめちゃ仲悪くてね、あれ終わったんだね。え、あれ、仲悪いんだ。そう、めっちゃ仲良かった。バドミントンのオグシオも引退したっすね。ポジシオ、ポジシオ。ほら、バドミントンの話した瞬間めっちゃコメントくるようになってるんですよ。だからみんなバドミントン好きなんですよ。てか、この放送何なんだろう、うん、ね。スポーツの話で終わっちゃった。マオとポチぐらいの代わりで、うん、それぐらいの、ほんと、もうね。犬猿の中。犬猿の中。犬猿の中。もう今日ここ出るまで大変だったもん。喧嘩してたの。今日スポルト配信だったね。あ、確かに。2月12日に、周年があります、うん。のでね、皆さん、こぞって。ね、ボタンエアケーしてよ。エアケーって何？ボタンエアケー、錦織のあのジャンプして打つやつあるやん。あー、あと20秒、あと20秒エアケーし続け、はい、なんて、何、全く何を言ってるやつ。はい、はい、もう終わっちゃいました。真ん中ポチとか。あと10秒、10秒、うん、何がすか。じゃあみんなでエアケーしましょう。いや、え、なんすか。後ろのゾウのポーズです、ゾウのポーズ。なんだこれ、やばいって。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。